長崎に原爆が投下されてから今日で78年となりました。長崎市では平和記念式典が開かれ、核兵器のない世界への祈りが捧げられています。会場では長崎市の鈴木市長や被爆者の代表たちが花を捧げ、原爆による犠牲者を慰霊しました。今年の式典は台風6号の影響で60年ぶりに屋内で営まれ、岸田総理大臣や各国の大使の参列は見送られています。原爆が投下された午前11時2分に黙祷が捧げられた後、自身が被爆2世である鈴木市長は平和宣言で各国のリーダーに向け、核兵器廃絶への道を着実に歩むよう訴えました。核保有国と核の傘の下にいる国のリーダーに訴えます。今こそ核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきです。人間を中心に据えた安全保障の考えのもと、対決ではなく対話によって核兵器廃絶への道を着実に歩むよう求めます。